こんにちは、グリムスパンキーのギターボーカル松尾レミです。ギターの茅本ひろきです。ネクストワンっていうタイトルは、1個前に出したミニアルバムにネクストワンって曲が入っていて、まあ、それにつけたタイトルだったんですけど、もともとこのネクストワンっていう言葉が私の中学2年生からの座右の銘だったんですよ。で、こう例えばどんだけ素晴らしいと思える作品が自分でできたとしても、常にネクストワンだって言っていたいっていう、なんかその精神からもうずっとこれを、掲げているんですが、活動していく中でもやっぱ常に、満足したくないっていう、なんかその気持ちがとても大きくて、いろいろと言葉を探したんですけど、どうしてもこのネクストワンっていう言葉に集中して、私の感情が集中してしまうので、このタイトルに決めました。アルバムを曲できて、並べた時に、何ですか、僕はまあ最初にこう曲順を考えた時に、ワイルドサイド行けか、ネクストワンが一番最初か最後になって、こう中の物語が続いてる感じがいいなと思っていて、そういう話をしてた時に、曲を象徴する、まあ短い英単語の方がやっぱいいなと思ってて、アルバムタイトルって。それがまあ一番当てはまりそうなのがネクストワンだったんで、ネクストワンってどうかなって話して、で、でもなんか違うこともあるかもしれないから、何日かを寝かせてみようって言って考えたけど、やっぱネクストワンだねってなって、2人一致でそれになったって感じですね。はい、どんなに、いかつい、例えば怒りをくれよみたいなロックだとしても、とてもこうポジティブ、根底にあるのは、ポジティブな考えで、自分の中の壁をぶち壊したいから、もっともっと上に行きたいから、それに行くためにもっと怒りをくれと、もっと危機感をくれ、そうすれば私はもっと大きなところを乗り越えて上に行けるんだっていう希望があったりだとか、ロックンロールって本来そこがロックの核っていうもの、愛だったり平和だったり希望だったりすると思うんです。だからそれで、なんだろう、社会的に認められないとか、その希望が見出せない人が欲しいんだけど分かってもらえないからの怒りを歌ってるわけで、その怒りがめっちゃフューチャーされて、ロックっていうものはなんか怒ってるだけとか、そういう風に捉えられがちですけど、私的にロックというものは愛があって希望があって、自由がどこかにはあるって思ってるので、そういう歌詞を書きたいなと思って、書いてます。ほぼできた後に最後に1曲だけ、もう1曲欲しいねって、いう話になりまして、あと1曲、新曲を最後に作ろうってことになって、もうやりたい放題まあ全曲やりたい放題やってるんですけど、その中でも本当にさらっとできた曲が、いざメキシコへって曲なんですけど、その曲は本当もう一番最後にちゃんとこう自分たちの消化してきたロックを出すために好き勝手やろうってことになって、サウンドだったりとかメロディーだったり、もう本当にもうスラーっと気持ちよく適当に弾いてたら出来上がったって曲なので、私的にはきっと今の自分のモードはそこにあるんじゃないかなって思っていて、あの歌詞の世界観もあのアレン・ギンズバーグだったりとか、それがメキシコへ行って自由をみんな握ってっていう、そういう題材っていうのも本当に私はもう昔から当たり前にある会話、家族の中で当たり前にある会話だったので、そういうことをちゃんとこうロックとして、文化として、カルチャーとして発信できると面白いなと思って今回やってみました。 iPod にあったら真っ先に押したくなっちゃうような曲だけど、こう何週も聴いても味が長持ちする、なんていうんですかね、音の細部のディテールだったりみたいなところもすごいこだわって作ったんで、何回聴いても飽きねえだろっていう、なんか音の曲が揃ったかなと思ってるんで、やっぱ本当に目指してるロックロールもそうだし、なんかそういうものにができてきてるなって気はするんで、ぜひそういう耳で聴いてほしいな。そうですね、日本の四つ打ちって言われてるものって、四つ打ちが問題なんじゃなくて、めちゃくちゃ速いことが特徴になっているものであって、それがいいとか悪いとかじゃないんですけど、海外のロックとかって四つ打ち当たり前だし、でもみんなミディアムテンポだったりとかスローテンポの四つ打ちなんですよね。で、私たちはそういう音楽がすごい好きで影響を受けてきたんで、今回じゃあグリムスパンキーめちゃくちゃ四つ打ちをやってみようってことになって、グランドポートっていう曲といざメキシコへって曲でめちゃくちゃ四つ打ちをやってるんですけど、これがそういう四つ打ちに聞こえるか聞こえないかっていうのをみんなにこう聞いてもらいたいなっていうのがあって、洋楽的なというかワールドワイド的な、なんだろう、歴史のある四つ打ち感っていうものになったような気がするので、そこはすごく楽しんであえてやったところではあります。そうですね、そのファイナルがスタジオ構想なんですけど、まあ、その前にも12カ所か先に回って
コーストに行くんですけど、まあ、そのアルバムの曲もまだ全然ライブでやってないので、うん、そのライブでどうなっていくのかっていうのもすごい楽しみだし、スタジオコーストでやってんだっていうのもイメージしてやっぱ曲作ってたんで、やっぱ本当にその曲たちがどうなってくれるのかっていうのが、まあ僕は一番楽しみだし、まあ、じゃあそのためにもう一頑張りしなきゃいけないなみたいな気持ちがあるので、なんか本当にぜひアルバム聴いてなんか一緒に楽しめたらいいなという純粋な気持ちしかないですね。ライブの景色を思い浮かべながら曲を作っていたりとか、あと今回やっぱそのワンピースの主題歌になるってことで、あんまロックに興味がない人だったりとか、昔聴いてたけどもう聴かないって人だったりとか、例えばお茶の間だったりとか、そういうテレビに出ることによってあのもう一度好きになったりだとか、知らなかった人が興味を持ったり、そういうことが起こると思うので、あのそういう人たちもあの興味本位でもしライブに来ていただけるのなら、それで、その生のロックを感じてもらって、もっともっとこう音楽が好きになって5年後10年後の日本のロックが少しでもこう変わればなと思って、その使命感を勝手に私たちを背負ってやってます。なのでぜひぜひやっぱ生の、音を楽しみに来ていただきたいです。よろしくお願いします。